よっしゃ、食った。ぐらいなんだろう。よっしゃー、うわーすごいね、いいね、やっぱおのこ最高だな。野尻最高、おのこ最高。よし、結構濁ってるよ今日は。どうかね、おのこ最高やな。まずダウスイ、おのこはダウスイで行くか。あとはマッドブル、ディープクランクを1本入れますか。いやもう糸も変えないとな。みんな糸変えてますか？僕はもう1年ぐらい変えないです、糸は。このくるくるってしてるぐらいが釣りやすいんだよね。こういうところだろうけど、まあでも使った後のここの結びはチェックしますけど。一個はちょっとクランク入れたいね、強いの。ライン入れてきますか。なんか巻いて釣れそうな雰囲気だな。うわ、エレキが落ちてきた。またか。いっか、もうこれで行くしかねえな。くそ、もうこれで行くしかねえ。もう行こう。くそ、全然ダメじゃん。はい、今日はちょっとスピードは出せないですけど、魚探、エレキが、このガーミンのね、こいつがね、ほんとね、ちょっと買い替えないといかんな。もうキャップっていうか。くっそー。ちょっと傷はつくかもしれんけど、もう今更帰れないよ。このまま、あまりスピードは出せないんで。やべ、1時間ぐらいロスしたよ、もう。くそ。ちょっとダサいけどね、エレキが。もうしょうがない。ちょっとこの、あれを買わんといかんな。なんか、ネットで今修理方法、調べてたらありましたわ。新しく、する方法。ちょっと、魚探も設定距離が違うから。13度、温度は13度ですな。うん、どっから行こうかな。よいしょ、どうしようかな。上流か下流か。あー、うぜえわマジで。
このガーミンほんとね落ちてくるからね。なんかサイトで見てたらあれがあるみたいですわ、カバーみたいなやつが。もうそれ買おう。4000円くらいやったから、もうヘッドにつけよう。もう相当これいじらないといけないから、相当落ちてくんだよ。新しいガーミンはちょっと改善されてるらしい。で別パーツで売ってるみたいですわ。それも買おう。結構風強いな。ああもう疲れた。1時間も粘ったけど全然ヘッドが上がらんかった。どっからやろうかな。よっしゃ、食った。よっしゃ、食った。よっしゃ、マジか。バレんな、絶対でかいぞ。よし、でかいでかい。よし、来た。うわ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、マジっすか。よっしゃ、いや全然飯食って準備してないよ。うわ、来たよこれは。マジか。うわ、来た。ゴンブト。いや、これいくわ。マジか。おぉ、ここで釣れましたか。チャッターからスピナーベイトに変えて、うわぁ。ゴンブト。マジっすか。やりましたわ、Dゾーン。釣れたぜー。いいとこ。うーわ、びっくりした。いや、マジか。うわ、がっつり。うわ、貫通してないね。ごめんな。マジか。うわ、なにこれ。よし、ちょっと待ってな。オッケー。いや、これ来たよ。コンブト。マジっすか。変えて数頭、チャッターから。いてて、
よっしゃ、よし、焦ったぜ。何グラムぐらい、うおー、1600。うーわし、1600。よし、マジっすか。いや、コンブトやん、マジっすか。やったー、どうだろう、50はないかな。うわー、太いねこいつは。46、ゴンブト。ちょっと待って、やったー、マジでゴンブト。いや、よかった。いや、マジで最高でしたよ。ありがとう。マジでありがとうな。また遊んでくれ。うわ、でかい。うわー、なんでこんなところ。よっしゃー、こんなところっすか。よし、痺れたね。うわー、バッスリ最高。マジっすか、こんな感じで釣れる。